小川一世は、日本の政治家。茨城県議会議員。第107代茨城県議会議長。明治学院大学経済学部を卒業後、小川交通を設立。森屋町議会議員を2期務めた後、1994年に、茨城県議会議員に初当選。茨城県議会議員では、農林水産委員会委員長、土木委員会委員長、 議会運営委員会委員長等を歴任した後、2007年に第101代茨城県議会副議長に就任。2015年12月に第107代茨城県議会議長に就任。2006年10月、小川議員が会長を務める森屋市国際交流協会が第3回ジャイカリ事長表彰の団体部門で受賞。2013年10月、小川議員が 理事副会長を務める、茨城県青年海外協力隊を育てる会が、第9回ジャイカ理事長表彰の団体部門で受賞。2016年11月8日から11日、第16回世界故障会議が、インドネシア共和国バリ島で開催。小川議員は、茨城県議会議長として参加。2016年10月25日、 全国都道府県議会議長会第155回定例総会が、水戸市で開催。小川議員は、開催地の議長として、議長を務めた。2016年10月12日、天皇皇后両陛下ご案内のもと、ベルギー国国王陛下、フィリップド・ベルジック及び、王妃陛下、マティルド・デュデケムダコが、茨城県有城市を訪問。小川議員は、茨城県議会議長として、 歓迎の挨拶を述べた。2016年7月29日から8月5日、在南米茨城県人、会55周年記念式典がブラジル及び、アルゼンチンで開催。小川議員は、茨城県議会議長として、茨城県知事や関係者らと共に参加。2015年、6月第2回定例議会において、危険ドラッグ規制条例を、小川議員が、 議員提出議案として上帝。薬物乱用の防止に監視権と県民の責務について述べ、乱用防止のため、知事が指定薬物として指定することができる旨を規定。2015年8月19日、茨城県が危険ドラッグ5物質を禁止薬物に指定。2004年、茨城県議会土木委員会委員長に就任。その年に、 道路や街灯に張り出された風俗店等の張り紙、縦缶板などの違法広告物を取り締まる屋外広告物条例の罰則を強化する改正を行った。これは茨城県議会議員提案による政策条例の制定としては茨城県政発であった。1995年3月の第1回定例会にて、 国道294号をつ5踏切の立体化について土木部長に質問した。ここは関東鉄道上層線の踏切と国道294号線が隣接しているために朝夕の渋滞が激しく、また道路照明の設備が少なく安全面で極めて不十分なため、追つご踏切の立体化を早期に実現すべきと提言した。茨城県では、 渋滞解消と安全面の向上を図るため、国道、歩道、県道、市道の3層構造の交差点立体化を計画し、2004年から5か年の歳月と走行時費、約50億円をかけ、工事を進め、2009年2月23日に工事は完成した。1997年3月の第1回定例会にて、 森屋市地域住民が安心して生活できる町づくりのためには南森屋地区に新設交番の設置が急務であると提言した。2005年3月に南森屋駅の南西上層ふれあい道路欅台大公園入り口交差点前に森屋市南部を管轄する南森屋交番が解消された。1999年2000年にラオスを訪問。その際に 日本から派遣された青年海外協力隊員として自分の仕事に誇りを持ち厳しい環境の下で現地の人々と生活を共にしている姿を見て彼らが担う日本の将来に確かなものを感じたという2000年12月の第4回定例会にて青年海外協力隊事業を茨城県の教員人材育成に積極的に活用すべき と提言した。2001年に、現職教員特別派遣制度が創設され、教師の身分を保持したまま青年海外協力隊に参加可能など、現職派遣制度の導入が講じられた。2006年、6月の第2回定例会にて、茨城県教員の採用枠に、国際感覚に富み人間性豊かな、国際貢献活動経験者の採用を進めるべき、と提言した。 茨城県では2008年の公立学校教員専攻試験の中で青年海外協力隊での活動経験者について採用試験の一部を免除することになった。1998年12月の第1回定例会にて大木流作地区の集団移転の早期実現について水害に強い落農団地の形成と安全な生活基盤の確立が急務である。 と提言した。茨城県では森足版と遺体牧流作地区の集団移転を国に働きかけ2002年7月に集団移転が実現した。1997年3月の第1回定例会にて1995年に開学した茨城県立医療大学をより魅力ある大学として高度専門化した医療技術へ進展させるには 1> 第1回目の卒業生が出る2年後を目途に、大学院を設置していくことが必要である、と提言した。茨城県では、県立医療大学の大学院設置を検討し、2001年4月1日に、大学院が開学した。歴代制服議長名簿。www.pref.ibaraki.jp2021 年4月28日閲覧。 歴代制服議長名簿。www.pref.ibaraki.jp2021 年4月28日閲覧。第3回ジャイカ理事長表彰に20人、9団体が決定第9回ジャイカ理事長、表彰受賞者、団体が決定茨城県議会ホームページ議事録1995.0308 平成7年第1回定例会より茨城県、議会ホームページ議事録1997.0307。平成9年第1回定例会より茨城県、議会ホームページ議事録2000.1207。平成12年第4回定例会より茨城県、議会ホームページ議事録2000.1207。平成12年第4回定例会より茨城県。 議会ホームページ議事録2006.06-09平成18年第2回定例会より茨城県議会ホームページ議事録1998.03-06平成10年第1回定例会より茨城県議会ホームページ議事録1997.03-07平成9年第1回定例会より 森屋市商工会のご案内県議会議員紹介、ボーイスカウト森屋第一弾快速、組織。ありがとうございます。